皆さんこんばんは。こんばんは。今日はですね、どうしてもどうしてもお気づけを食べたくてイカのお気づけですよ皆さん。秋と言ったらイカのお気づけじゃないの。そう、もう生きたままをドーンですよね。生きたままドーン。食べたことあります？一回だけですね。マジ、うん、そんなもん、うん、美味しいんすよね、うん、あれね、うん、しかも今回ですね、うん、うちの、 あのメンバーの料理長にね、うん、ちょっと料理の方やっていただきたいと思いまして、うん、まずは釣らないと話になんねえよということで、うんうん、お気づけになるイカを釣ってそのまま生きた状態でダバインでございます。行っちゃってやろうかなと思います。まずも早速もう夕まずめなんで、うん、いい時間なんですよ。レッツイカダイビング。じゃあね、早速ダイワのエメラルダスプレアス会で行っていこうと思います。うっすー。元気だけじゃない。はい、元気はあるけどイカはいない。ちょっとね、時間がないんでね、ランガンスタイルで、はい、ちょっと長めの海岸沿いをね、ランガンしていこうと思います。活性いいのだけ取っていく感じ。ベイト入っとかないとちょっとあれ、ね、塩はね、悪くないよ。今日は悪くない。ちょっとコピットランガしたいと思います。サクサクとサクサクとパンダサクサクのやつと。よっしゃ、来たよ。準備を、準備を、準備を。了解です。ちょっと待ってくださいね。よし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 、はい、うん、早かったよ。いや、もういたら早いって言ったでしょ、僕。バレるバレるバレる。あ、はいはい、早くそのままダイブさせたいんですよ。いきます、皆さん、この弁当箱に入れておきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、お待ち。そのままだから、そのまま行きます。そのまま行きますよ。行きます。いや、いいイカちゃんです。行きます。行ってらっしゃい。シュッて、シュッて、シュッて。シュッてる、シュッて。泳いでる。はい、お疲れ様でしたよ。なんとか言ってゲッチだって。
いや実はねちょっと行ったよ、行ったよちゃんと、もう人がめちゃめちゃ多いのと腕がない、もうこれはねもうしょうがないのよ、しょうがないですね、しょうががないのよ、しょうがあるけど入れてるけども、これは入れてるけどもしょうががないの、わかるよ皆さん、そうそういうことですから、ってことが見事、はい、どうですかお目目がわかる、このイカをね、まあ後日になると思うんですけど、まあ3日ぐらい漬け込んで、料理長龍のところに持っていきたいと思います、はい、まあ何を作ってくれるのかちょっとね、楽しみですよね、楽しみですけど、斬新かつ皆さんができるような簡単な、まあまあまあそうねのをお願いしたいですよね、はい、それでは龍さんのところに行きましょう、ブラ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 、はい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 、来ました、帰ってきた、やってきたよ、俺が釣った、うん、俺が釣った、これ誰が釣った、俺が釣った、俺が釣った、俺が釣った、いやすごい旬でます、旬でます、あれからですね、はい、まあ3日後ということで、3日後、はい、文雄に代わってマークが今回、はい、俺が釣ったから、おでんのやつだから、はい、まあ今日室内からということで、まあ、そういうことですね、どういうこと、ちょっと説明を、楽しみでしょ皆さん、ご存知でしょ、見たことあるでしょこの雰囲気、雰囲気ね、はい、ということはこれですね、まず今回はこのビタビタに、このもうビタビタにいいだよビタビタに使ったイカでうちの料理長、はい、はい、リュウ君に料理を作ってもらいたいと、はい、あだお願いします、はい、ということで、はい、じゃ、はい、うちの料理長です。お願いします。はい。はい、久しぶりですね、リュウもね。ずーっとサボっとったけんね。じゃあコロナでさ、さすがにね、ね、飲食店でこう撮影するっていうのはね、わちゃわちゃするのはどうしてもね。しかも我々みたいなその大金版がよ。そうよ。私たちが金だから。ドブの流れ住んでるから。こうやって住んでるから。ってことで、はい、今回はですね、皆さんね、簡単にね、作っていただけるような一品料理をね、家でも作れるってことですよね、だから。みたいですよ。5分で作れる。5分で作れる。すごいよ。今回使う材料はこちら、ドン。ドン。これだけ。マジ？これだけ。どれ好き？これ。ということで早速、はい、料理長龍、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。勝手に。クッキング。近い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 。はい。ってことで早速料理の方ねしていただきたいと思います。おい。まずご飯入れて、まあ、キムチ、あれやってるね、うん、世のお母さんたち忙しいからね、もう忙い、山芋はもう切り方は自由で、山芋で野菜ももう別自由なんですけど、今回はちょっとシャキシャキ系で小松菜を、これも一回火を通して氷水に落として絞ったやつですね、うんうんうん、で、さっきのイカをほう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 、はい、終了でございます、早っ、美味しい、早くないこれぐらいしょんでたら、うん、多分醤油はいらんじゃないかな、なるほど、題してこんな感じですうんまうんまい、ということでマークは、はい、はい、料理長龍が作ったうんまどん、うんまどん、早速はい実食度、え、これな、あれっすか、混ぜちゃうんすか、混ぜちゃう、混ぜちゃう、混ぜちゃう、いいの混ぜちゃって、いや、いいわよ、いいの、いいわよ、誰を混ぜんのよ、あたす、あたすから、あたすよ、
行きます。ああ。もうちょっとあるでしょ。こうでしょ。こうでしょ。こんな感じでしょ。ちょっとキムチも入れたいから。お父さん。はい。なんかもうちょっと食べ方違う。これを小皿に取るから。ああなるほどね。はい。美味しいとこだけ取るから。なるほど。あそこまでがその料理当たり前じゃない。ああなるほど。出来上がりじゃないから。ま、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。あなるほどね。どう。はい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 。いいの。いいやいいいいんじゃないですか。いいの。いっちゃって。はい、いっちゃってください。行きますよ。はい。そのこの小松菜納豆山芋を入れたところの。あこの辺です。はい、はい、行くよ。あれあれあれ、うんまっ、うんまっ、そういう顔になるやろ。うんまっ。醤油いらん。あ、全然やん、全然やん。え、味付けはない。あ、もうお気づけのイカのお気づけだけ。いや、これマジでうまい。この青いシャキシャキ、うん、白いシャキシャキ、うん、イカのコリコリ、うん、納豆のネバネバ、うん、キムチの酸味、うん、最高です。全部言っただけよ。ねえ、コウバちゃん。これうまい。もうシャキシャキも聞こえてきますね。うん、ほっぺたの中からシャキシャキが聞こえてくるんですよ。うん。なんとも ASMR みたい。画面真っ暗ですから。キムチのロジンコに当たってる。あーいい。いや、ペロです。いや、ペロ行きましたね。最高。いや、ペロ行きましたね。これ、釣り帰ってきて、うん、うわ腹減ったな、もうでもあんまり何もしたくないなって、ね、ありますよね。ある、めちゃめちゃある。最高最高ね。これ味付けマジしてない？してないしてない。本当にしてない。え、なんやろこれ。見とった？見とった。いや、そこさって入れてきたんだなと。なんか細工したみたいな感じね。言われた。見とらんかった。その時うまい。うまい。これ癖になっちゃう。いや、はよ、どいてもらった。この後ろ姿はかっこいい。このパーカー誰誰誰誰です？ユージローです。ユージローです。誰のユージローよ。あの新作ですね。新作かっこいいよ、はい。パーカーをちょっと作らせてもらってですね。こちら。はい。お、いい、後ろもあるんだよね。はい。うわあ、いい、目立つ。美味しいご飯をいただきたいと思います。混ぜてくれたんだもんね、うん、もうね。すでにね。そうなの。いただきます。うい。うん。うん、うわ、ほんとシャキシャキうまい。いやね、ですよね。先にシャキシャキくるやん。シャキくん、その後、いかんのプニプニがくるんだ。お気づけ、ほら、めんつゆでやっとるけんさ、はいはい、噛んだ時にその和の感じがさくるよね、しゅんでるよね。うん、タレいらないでしょ。うん、タレいらない。いらない。お気づけと、キムチとかさ、納豆とかさ、癖があるやん。味が強めや。だけん、わ、大丈夫かなと思ってたけど、うん、全然大丈夫。それぞれ楽しめる。ポンポンポンみたいな、いかのお気づきがちゃんと味付けになってるよね、うん、アクセントになってるよね、うん、ちょっとゆっくり食べていきます。はいはい、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。くそうまかったね。うん、簡単やけどね。まあ、いやいやいや、めちゃめちゃ早かったね、うん、今日は納豆、キムチ、山芋、小松菜、卵、イカ、うん、6品。まあ、めんどくさい時はね、うん、ちょこちょ こう省いても全然大丈夫で、うんうんうん、だから冷蔵庫にあるもので代用できるっていうですよね、うん、確かに。チャット GPT とかで調べてもらったら、はいはいはい、はいはい、なるほどなるほど、はい、あ、なるほど。知ってます皆さん、チャット GPT、うん、なんだっけ、キムチには、うん、小松菜が合います。人知を超えてるんだろあれ素晴らしいですよね。リルでは考えることを放棄いたしました。今度釣りの方
方もね、AI の方に任せていこうと思いますんで、皆さん、ね、案件じゃないですよ違うからね。はい、ということでね、今回、はい、料理長リュウ久しぶりの登場ということで、はい、はいはい、美味しいご飯ありがとうございます。ありがとうございました。今後ともね、まあちょっと更新回数はね少なくなるかもしれませんが、うん、料理長にね、美味しいご飯いろいろ紹介していただきたいと思いますんで、はい、今後とも皆さんよろしくお願いします。お願いします。主婦の味方ですからリュウ、女性のリスナー 0.4% です。 0.62 あげよ、なるほど、なるほど、あげよ、あげよ、そこを上げていくということですね。釣り人のね、奥さんは絶対大変よ、まあ、確かにね、確かにね、絶対大変で、旦那さんが教えてやってもいいよね、うん、こういうのあるよって、うん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 、ありだと思います。ありありあり、ぜひそう、ね、はい、奥さんに教えてやってください、おすすめしててくださいということでお願いします。今日の料理が、ああよかった、自分も作ってみようかな、美味しそうだなって思う方は、高評価ボタン、チャンネル登録、うん、私たち、先ほど、パーカー見せました、物販なんかもやってますので、概要欄に貼ってます、はい、気になる方は、見てみてください。よろしくお願いします、はい、お願いします。ということで今週はここら辺にしておきます。はい、はい、バイチャバイチャー、またのー。Mm-hmm.